この番組は全4週にわたり長崎県内の高等学校を紹介していきます。本校は2021年度から、生徒一人一台パソコンを導入しておりまして、その意図としてはこれからの社会で活躍するために必要な基礎的教養ということでパソコンを導入して ICT を利活用するスキルを身につけるように取り組んでおります。21世紀型学習を意識して ICT 教育に取り組んでいるので、その実績としてですね、マイクロソフト社の公式プログラムであるマイクロソフトショーケーススクールに今年度から認定されることになりました。世界では300校ぐらいの学校が認定されていて、日本では3校の認定に今回の期間においては認定をされています。日本校はその1校に選ばれています。英語の時間とかは全部パソコンで授業をやっていて、リスニングの課題とかもパソコンを取り入れることでできるようになったので、いろんな幅広いことができるようになったなと思います。パソコンをいっぱい使う人は数学とかでもパソコンで授業やってたりするので、その自分に合ったやり方が選べるなと思います。今までその図書館は先生とか友達とか先輩後輩の垣根を越えて会話する場所だったりとか、静かに本を読む場所っていうだけの場所だったんですけど、その新しい図書館はつながるっていうことをメインとして作っているので、もっとたくさん その先生後輩先輩の垣根を越えた交流もしてほしいし、モニターとかパソコンとかがたくさん入るので、それも活用しながら留学生の人と交流したりとか、それこそ姉妹校とかいっぱいあるのでそこと交流したりとか、学校だけじゃなくて学校内外との関わりも図書館を通じて作れたらいいなと思います。この番組はモダンプロジェの提供でお送りしました。